と皆さんは私たちを信じてこうやって見てくれてます。だから私たちはもっと何かを返さなきゃいけないなってまた今日改めて思いました。私たちがやりたいことはこれです。このステージに立つことです。この場所を諦めたくありません。皆さんのこともっと信じたいし見捨てたくありません。嘘もつきたくありません。自分たちに正直でいたいです。だからこのツアーで私たちなりの答えを皆さんと見つけられればと最初に言いました。私たちの答えはこの場所です。この場所が答えです。退屈な毎日で何をしてんだろうって自分のこと責めていても何か変わるの。何か比べても行き先を見失う終わりなき道のりは続く。誰のための人生なんだろう。いつかこの答えにきっと間違ってない。何度も迷ったけどずっと自分らしく歌っていたい。泣いたって笑ったって無駄な時間はないさ。胸を張って何だってやれる気がしてくるだろう。何が間違いだとか何が正解なんて誰も教えてはくれない。答えはないままこの道を進むさ。僕らは決めたんだ。消えかけていた想いはまだ自分が足りない。この世界はいつか振り返れば笑えてくるよ。きっと僕らでじゃなきゃ戻らない。人間違ってない。何度も迷ったけどずっと自分らしく歌っていたい。僕にとって君にとって笑っていられたなら悲しみが不安の最後味方にしてみよう。綺麗に生きていくだけじゃない。これ
正直めっちゃ悔しいです。だって2年間チキパのために留学頑張ってきますって言って行って帰ってきたらチキパがなくてあるけどあと1回しかライブとかできないって言われたのがすごい悔しくって、これからじゃんって何回も言いたかったけど、でもそういう悔しい気持ちも今日皆さんと会って皆さんの笑顔を見て本当に私は幸せ者だったっていうのだけがあるので、あと私は